ディーパンの戦いは、ジャック・オーディアール監督、脚本、トマビデガン及びのエドブレ共同脚本による2015年のフランスのクライムドラマ映画である。モンテスキューのペルシア人の手紙に触発されており、内戦により荒廃した故郷のスリランカからフランスに逃れた3人のタミル難民が描かれている。タイトルキャラクターは、実際にタミルタイガーの少年兵であった。 アントニーター・サン・ジェスターさんが演じた。第68回カンヌ国際映画祭では、パルムドールを獲得した。また第40回トロント国際映画祭では、スペシャルプレゼンテーション部門で上映された。フランスでは388万2022ドル、世界全体では488万1796ドルを売り上げた。ロッテントマトズでは62件のレビューで、支持率は90%。 平均点は7.9、10となった。メトクリティックでは19件のレビューで、過重平均値は77,100となった。第68回カンヌ国際映画祭での監督と出演者たち。第68回カンヌ国際映画祭では、パルムドールを獲得した。受賞が発表されるとオーディアールは、公演兄弟から賞をもらえるなんて格別なことだ。とても感激していると述べた。 発表直後の国際報道陣の反応は、ブーイングと拍手が入り混じったものであった。共同審査委員長を務めたジョエルとイーサン公演は、審査員全員から高い評価を受けたと述べた。またイーサンは審査員の決定が迅速であったと述べた。ありがとうございます。